サマソニ202424万人動員。ナンバーアンダーラインアイ、SIC ボーイ。熱狂のステージを完全レポート。サマーソニック、サマソニー東京 VS 大阪。ナンバーアンダーラインアイ、SIC ボーイはどっちが盛り上がった。8月17から18日、国内外のアーティストが集結する音楽フェスティバル、サマーソニック2024以下。 サマソニーが東京大阪の2カ所で同時開催された。昨年に続き、東京大阪両会場全県種のチケットが完売。東京会場確実6万2500人の12万5000人、大阪会場は確実4万5000人の9万人、さらにサマソニー前夜のオールナイトフェス、ソニックマニア、千葉幕張メッセでは2万5000人を動員。合計24万人という盛況ぶりだった。8月17日、 東京会場、千葉 ZOZO ゾゾマリンスタジアム、幕張メッセ。筆者はマリンステージ、ゾゾマリンスタジアムに登場したナンバーアンダーライン愛から見た。平野翔、神宮寺裕太、岸優太からなるダンスボーカルグループだが、この春、米最大級の音楽フェスティバル、コーチェラーにて、88ライジングフューチャーアスのステージにも立ち、この夏は、日本を代表するサマソニのステージに初めて立つというわけだ。アリーナはもちろん、 3階のスタンド席まで、ヘッドライナー級に観客を集め、東京会場初日のトップバッターとして、その人気と注目度の高さを見せつける。海浜幕張の駅は、電車の扉が開いた瞬間、海の匂いがすると千葉出身の神宮寺。結構地元で。このステージは初めてですが、野球を見に来ていたので、皆さん側には来たことがあると嬉しそうに伝える。時折 テレビのバラエティ番組などでも見られる、平野のゆるいキャラクターも垣間見せつつ、スタンド席、アリーナ席の観客をあおる。コーチェラでも披露した「ゴート」をはじめ、チルイ、バナナ、テイクイットレイジー、RB 調の「ブロウユアーカバー」さらに、「イナズマズマズマというフレーズが頭に残る新曲、INZM の披露ほか、振り幅のある楽曲群と迫力のダンスで魅了していった。 今年からマリンステージに新設されたメインステージから中央に長く伸びる花道をかけ、エネルギッシュなパフォーマンスを披露し、大型フェスでの新曲披露からのミュージックビデオ、INZM、公開と、サマソニーを起点に、地震の活動に弾みをつける。サマーソニック2024、2日間の幕開けとしても、お祭り的盛り上がりのスタートとなった。幕張メッセへ移動すると、マウンテンステージで、 SIC ボーイがライブ中だった。ヒップホップアクトなのだろうが、オルタナティブ、エモ、ラウドロックなどの要素を含み、カテゴライズが意味をなさず、彼のメロディーとその歌心に一気に引き込まれた。ゲストラッパー陣の迫力、そして、影絵の映像などライブ全体の世界観もいい。ヒット曲、君がいない世界 with ュ u ビーも最高にエモーショナルだった。このステージで気になった人も多いと思うが、 11月から初の SIC ボーイ単独ツアーがスタートするとのことだ。続いて同ステージに登場したのは K-POP アクトのリーズである。現在、日本にて1ヶ月間にわたる全国ホールツアー中だが、チケットは入手困難を極めた中でのマウンテンステージへの出演である。そのステージへの期待に始まる前から会場の熱気がすごかったが、1曲目、Impossible から大きな掛け声が上がり、続いて、 新曲、ラッキーを披露。筆者は、2023ママアワード、テレビ朝日開局65周年記念フェス、ザ・パーフォーマンスにてリーズのパフォーマンスを見たことがあるが、リリースとツアーを10年、数ヶ月で驚くほど進化していた。翔太郎は、幼い頃から憧れのサマソに、盛り上がっていきましょう、と語っていたが、途中、マイクが入らない事態が起き、 ショー太郎抜きの韓国人メンバーのみで自然と日本語を交えつつ、場をうまくつないでいたのも、たくさんのステージを重ねている成果なのだろう。デビュー曲、GetA ギターから、韓国ファーストミニアルバムより、ブームブームベースまで、40分の待ち時間で、多彩な魅力が伝わる。今後のより大きなステージでの活躍が目に浮かんだ。再び、マリンステージへ。真っ昼間の暑さには参ったが、 スーパービーバー、NCT ドリームが灼熱の中、圧倒するステージを繰り広げていた。主催サイドが暑さ対策にも例年以上に気を使っており、移動中や開園待ちのスタンド席では日傘の使用が OK になっていたのは、とても助かった。とはいえ、じっとしていても汗だくになる勢いだったが、ライブが始まると、アリーナのお客さんをはじめ、アーティストらの気合がすごい。NCT ドリームは、浮遊感ある。 ブロークンメロディーズが暑さの中とても良かったが、実にストイックなパフォーマンスで魅了していた。Spotify レーダーラーリーノイズステージでは、離婚伝説を見た。PMC では、彼らのファーストワンマンライブ以前にインタビューをしたことがあったが、メジャーデビューを果たし、さらなる注目を集めているそのわけは、このライブではないだろうか。同会場の後ろの方までオーディエンスを集めていたが、 グートタイムズ愛が一層メローでは合唱が起き、サマソニの会場に歌謡バラード、モイが響いているのはとても新鮮で、オーディエンスも聞き入っていた。ボーカル松田ポの歌の強さとソウルセンスとカリスマ性、ベップ順のギタープレイも存在感があり、ユニットとして、それぞれの個性が立っている。海外でも人気を得ている日本初シティポップ系の新世代として、新たなムーブメントを期待したい。この日の幕張メッセ会場、 パシフィックステージでは、日本のガールズバンド・バンドメイドが海外ツアーでも人気を拡大している。その実力を示していたし、韓国の兄弟ポップス・ドゥオ・アクミューなど、個性立つアーティストが多く出演していた。また、マウンテンステージではイギリスのロックバンドナッシング・バッド・シーブス、ソニックステージではアメリカ発のブリーチャーズが歌と演奏の力で大いに会場を盛り上げていた。マリンステージに再び戻ると、 星野源のライブを見ることができたのだが、スタジアムという大規模な会場に、大ヒット曲が突き抜けていく。濃いウィークエンドハロソングと会場の空気感が素晴らしかったし、長い花道をかけて、ステージをやりきった星野源の表情が実に晴れやかで、こちらまで気持ちよくなる。健康に過ごして、また会いましょうと名おしそうに、ステージを去った。大ヒット曲の威力というのは、グレーも同じくだった。 筆ッシャは、ヘッドライナーのマネスキンを見るために、マリンステージに指定し、マウンテンステージのグレーのステージは、ワウワウのライブ配信でチェックしたのだが、これがまた良かった。大ヒット曲、ハウエバーで完全に持っていった。ことあるごとに、サマーソニックと口にするなど、そのサービス精神が心を打つ。グレーといえば、20万人規模の単独フェスをやったモンスターバンドだが、夏フェスといえば、 自分たちで開催することが多いため、お邪魔させてもらうのは初めてで、オーディエンスが半分くらいしかいないのかなって不安だったと謙虚すぎるテル。アーティストがこういった音楽フェスティバルに出演するという意味の一つには、新たなオーディエンスとの出会いがあるが、この日のマウンテンステージを大いに盛り上げていたようだ。いよいよ、ヘッドライナーのマネスキンである。イタリア出身で、メンバーはまだ20代前半である。 2022年にもサマソニーには出演していたが、関連イベントの単独公演も含め、日本での人気を拡大。2023年12月にもワールドツアーで来日し、主催のクリエイティブマンと関係性を築いた中で、今回、ヘッドライナーへ抜擢されたというわけだ。世界の音楽フェスシーンをリードするような抜擢であるし、ヘッドライナーはやや早いようにも思えるかもしれないが、いやいやアリーナはもちろん、 スタンド席も埋め尽くす中、彼らは見事なまでにヘッドライナーのステージをやってのけた。昨年12月、東京ガーデンシアターでのライブも見たが、その後、大きな成長を遂げたのか、ここぞという時の勝負強さなのか、オープニング、ドントワナスリープから、スーパーモデルほか、ストイックにその音に引きずり込む感じ。バンドの音の説得力が半端なく、 ボーカルのダミアーノのたたずまいも、ベース・ビクトリアとギター・トーマスのバトルも、ドラム E さんも超協力。この4人で、スタジアムというでかい会場を制していた。花道も大いに活用しつつ、客席ぶりも客上げも、アンコールで2度目の、ア和ワナ・ビー・アース・レーブを終えるまでやりきった。このマネスキンのステージが大成功したことは、サマーソニック2024にとって、エポックな出来事になったのではないだろうか。 このヒマネスキンのステージ後に上がった花火、そしてマウンテンステージ取りのメジャーレーザーが流していたアメリカのラッパー、ミーガン・ジー・スタリオンが客演に千葉勇気を迎えた新曲、マムシフィート。雪千葉からのケンドリック・ラマー、ノット・ライク・ユーエスの下りで、2024年の夏を強烈に感じながら、サマソに1日目を終えた。